天野明子は、東京都江戸川区出身の柔道家、女性花火師で、鍵屋15代目総家。国際柔道連盟審判員の資格を持つ。柔道7段を取得。全日本柔道連盟審判委員会副委員長、及び行動官評議員を務める。日本大学大学院、芸術学研究科芸術専攻博士後期課程、終了。博士。 柔道は小学校1年の時に父親が自宅に不動館・天野道場を開設したことがきっかけで姉と共に始めた。その後、教立女子中学に進むが、お嬢様学校と言われるだけあって、柔道とは全く関わり合いのない学校だったために、大会に出場できるように名前だけの柔道部を設置してもらった。この頃は、行動館でもよく稽古を行った。 また、父親が、プレハブ小屋にウェイトトレーニング場を設置したこともあって、そこでよく、ウェイトトレーニングを積んでいた。さらに、妹が、自転車で伴走する走り込みにも、熱心に取り組んだ。中学3年の5月には、強化選手選考会 48kg 級でサニーに、入ったことで、強化指定選手となり、当時女子ヘッドコーチだった。 柳沢久志の指導も受けることになった。協立女子高校1年の7月に東京都代表で出場した団体戦の全日本女子柔道大会では決勝まで勝ち上がり、茨城県代表で1階級上の 52kg 級世界チャンピオンである山口香里と先鋒戦で対戦することになった。そこで山口対策として、 練習を積み重ねてきた相手得意の小内刈りを外して背負い投げに入るという一連の動作が開始わずか10秒でものの見事に決まって一本勝ちを収めた。本人はこの時素直に天野明子ってすごいと思ったというこの一戦を制したことで勢いづいた東京都がその後の3試合も勝って優勝を飾った国内の大会では 連勝街道を突き進んでいた山口が日本選手に敗れたのは第1回の体重別選手権で優勝して以来初めてのことであった。なお今回の勝利によって一つ年下でこの年の世界選手権で中学生ながら2位となる新州大付属松本中学3年の江崎文子や同じ年で後に世界選手権 52kg 級で3位となる 川越女子高校1年の鈴木若葉と共に 48kg 級期待の若手として大いに注目を集めることになった。9月の体重別選手権では準決勝で江崎に横四方型で敗れて3位だった。10月の強化選手選考会では決勝で日本電機の青木拾いに敗れて2位だった。12月には福岡国際に出場すると準決勝で 世界チャンピオンであるイギリスのカレン・ブリッグスに、北条司法型で敗れるも、3位決定戦で青木を、判定で破り3位入賞を果たした。後に、早いんですけど、ここがピークでしたねと10回している。翌年3月には、全国高校選手権に出場するも、初戦で旭川南高校の長谷山真美に判定で、敗れた。優勝を期待されながら、 格下の高校生にあっけなく破れたことで、今まで応援してきた周囲から手のひらを返すように、もう柔道をやめなよ、大会に出て、恥ずかしくないのか、などと誹謗されることになり、社会の厳しさを知ることになった。さらには、高校生としてやるせない気持ちをどこにもぶつけられず、精神的な苦しみも味わうことになった。二年の六月には全日本女子柔道大会に、昨年同様に、 東京都代表で出場して、決勝まで勝ち上がり再び、茨城県チームと対戦するが、今回は、山口に、体落ちで有効を取られて敗れた。しかし、その後東京都は2勝して、今大会2連覇を飾った。9月の体重別選手権では階級を 52kg 級に上げて出場すると、準決勝で浜松西高校1年の溝口のり子に、 判定で敗れたが3位となった。10月の強化選手選考会では、国際武道大学の池田光恵を破って優勝を飾った。12月の福岡国際では、初戦で元世界チャンピオンであるオーストリアのエーディトフロバットに敗れた。高校3年の10月には、昨年に続いて体重別選手権で3位になった1989年には、日本大学に入学した。 柔道部の女子部員は自分一人だけだったので最初はもてはやされるのではないかと思っていたが甘い考えであると悟った練習相手は部の男子マネージャーだったという家業が花火屋であり父親の運営する道場も男子が多い男社会で育ってきたので小さい頃から男子の中に入っていくこと自体は抵抗がなかったもののそれでも 体育会系の柔道部というものには何とも言い知れぬ異文化を感じたという。2年になると後輩となる女子選手が数名入学してきたのできちんとした練習相手もできた。さらに強化選手選考会では 56kg 級で3位に入った。しかしその後は大きな実績を上げることができず大学を卒業すると引退することになった。引退後。 途中連の役員も務めていた父親から途中連で女性審判員を育てる動きがあるから審判員の試験を受けてみたらどうかと持ちかけられた。天野家では父親の言葉が絶対だったために断れず試験を受けて1995年に国内 C 級審判員となった。当初は私は審判員なんだから 私の言うことをちゃんと聞きなさいと偉そうな気持ちも抱いていたが、国内 B 級審判員になる頃には、自分には何が足りないのかな、技術的に足りないのは何だろう。といった実性を試みる心境の変化が生じてきたという。その後、国内 A 級審判員を経て、全10連の推薦で、 大陸連盟主催の大会で審判を務める資格を得ることができるワ i f コ Continental 審判員の試験を受けて合格した。さらに2001年にはアジア柔道連盟の推薦でオリンピックや世界選手権など主要国際大会で審判を務めることができる IF International イイ審判員の試験を受けてこちらも合格した。その後、 世界ジュニアや世界選手権で審判を務めるという段階を経て2008年の北京オリンピックでは愛婦から日本女性初のオリンピック審判員に選出された。北京オリンピックでは男子 100kg 級決勝の内段ぶしんバイアル対アスハトジトケーフ戦で主審。 女子 78kg 級決勝の要衆霊体ヤレニス・カスティージョ戦では副審を務めるなど70試合ほど、裁くことになった。なお、北京オリンピックにおける女子 48kg 級、準決勝の谷両子体アリナ・ドゥミトル戦では、互いに組手を嫌って牽制し合うなどして、指導にとなり、こ着状態となった残り33秒で、 スペイン出身の主審が谷にだけ指導3を与えて、そのまま試合終了となって谷が破れ、結果としてこれにより谷のオリンピック3連覇が途切れた。これに対して全従連協会委員長の吉村和夫や女子代表監督の日陰信俊、氏、女子代表コーチの園田隆二などからは、試合終盤になって谷にだけ指導3が与えられたことに疑問を呈する声が上がった。 また、スポーツジャーナリストの二宮清順からは審判の判断は妥当だとする一方で、何も残り約30秒になって取ることはないじゃないか。空気が読めないとはこのことだ。との意見も出された。この点に関して、天野は次のような指摘を行った。あの指導は勇気ある正しい判断であり、あの場面における指導は決して間違いではなかった。 国内の大会なら終盤は流して GS にしてしまう傾向もあるがインターナショナル審判員の場合は審判員としての技量をこのような場面でこそ見られているという意識が働くのでたとえ残り10秒であっても反則がより妥当とみなせる側にきっちりと反則を与えるそれがインターナショナル審判員としてのプライドでもあるさらに審判員は事前に審判理事の フアンカルロスバルコスからは罰則を厳しく取るように、同じく審判理事のヤンスナイデルスからも両者に指導を与えるのではなく、よく見極めて、なるべく一方に指導を与えるようにとの方針が出されていたという。加えて、今大会は、従来のように審判団3名に、ジュリー2名のみならず、審判理事2名も加わる形で審判を行い、 多数の目により詳細に確認しようという思惑が働いた。審判員は試合が終わるたびにジュリーから技術レベルに関する細かい指摘を受けるなど厳重なチェック体制が敷かれたこともあり今大会の判定は大体納得できるものであったとの認識も示した。2017年4月全日本選手権において女性審判を認めてこなかった全日本柔道 連盟は女性にも門戸を開くことを発表し、天野が審判員として出場することになった。天野はとても光栄とコメントしている。全日本選手権では決勝で副審を務めた。2020年12月13日に行動館において行われた2020年東京オリンピック柔道男子 66kg 級代表選手決定戦。 野安倍一文 VS 丸、山城志郎戦の主審を担当した。20分に及ぶ GS を含めた24分もの長丁場となった。この一戦では、両者の熾烈を極めた激闘ぶりを、身近で感じて、反則負けとなる三つ目の指導は出せなかったと語った。2021年に開催された、東京オリンピックでは、 日本人唯一の審判員を務めた。アイフ審判員ランキングは8.0、レーティングポイントで8位。創業350年以上を誇る総家、花火鍵屋14代目の三人娘の次女として、生まれたこともあって、幼い頃から花火に慣れ親しんでいた。小学校2年の時には、父親から、花火の道に進みたいかと尋ねられると、早くも、家業を継ぐと宣言した。 父親も次女がお天場でカラッとした性格だということもあり、三人の中で一番この仕事に向いていると思っていた。数年後に再び尋ねられると同じ返答をした。この時に周囲から十五代目は次女が継ぐことになるとの暗黙の了解ができたという。ただし十八歳になるまでは法律によって火薬や花火に触れることが禁じられていたために、 柔道の方に勢力を注ぐこととなった。18歳になった、大学1年の夏に、本格的な花火修行のスタートを切った。大学2年の時には、火薬類取扱保安責任者の資格を得た。また、積極的に父親や職人の仕事を手伝うなどしているうちに、花火のことはすべて分かったと考えるようになり、父親にもいろと意見するようになった。あの頃は、 怖いものを知らず、私の人生はバラ色で、地球は私のために回っている、って感じでしたねと当時を振り返った。しかしながら、母親には、正義を言うのなら、花火の仕事なんてやめなさい。別にやっこちゃんが後を継がなくてもいいんだからねと、悟されたという。この発言に反発を感じたものの、実際の現場では、自分がいなくても何ら問題なく機能していることを、 知った。そして時間の経過とともに、結局は花火について何も学んでいなかったことを理解するに至った。そのような経緯もあって、大学卒業後は、実家と取引関係のない工場で修行を積む決意を固めた。火薬を直接扱うことの危険性を知る父親は反対したが、押し切った。工場での修行では、 花火製造の全てを学ぶとともに、職人としての厳しさやコミュニケーションの難しさなど、花火以外のあれこれに関しても多くを学ぶことになった。工場長からは、普通は、5、6年がかりで覚える仕事を1年で覚えたなと、言われるほどの成長を遂げた。かくして、火薬類製造保安責任者の免許も取得した。修行を終えて、鍵屋に戻ると、 今度は15代目を継ぐための修行に入った。そうこうしているうちに、娘が人間的に大きく成長を遂げたと感じ取った。父親は、1995年夏に、千葉県の浦安で行われた約9000発の花火を、打ち上げる大会の統括責任者に、初めて任命した。大会は無事成功理に終わり、打ち上げが終わった後、最後の点検で現場を回った時、 涙が止まらなくなりました。きっとほっとしたんでしょうねと、この時の模様を振り返った。また、花火の現場は、数十年前まで女性が足を踏み入れることも許されて、いなかった世界であったことから、当初は、職人があまり話を聞いてくれなかったものの、26から7歳になったあたりから職人との、信頼関係も築けるようになってきたという。2000年1月には、 女性として初めてとなる、鍵屋15代目の当主を襲名した。私は15代目当主になるために生まれたという、かねてからの思いが、ついに実現する運びとなった。毎年夏に開催される、観客動員数日本一を誇る、江戸川区花火大会では、100名ほどの職人を、統率している。そこでは、天野の合図によって約1万4000発の花火が、 打ち上げられる。15代目を継いでから花火について改めて学びたいと考え、日本大学大学院芸術学研究科に入学。それまで花火は工学の一分野として位置づけられており、芸術学の分野で花火を研究するという例はなかった。2009年、論文、打ち上げ花火の印象、実験的研究による考察で博士号を取得した。 2008年には、両国やわら制新旧専門学校を卒業して、柔道制服士の資格を得た。2009年には、日本大学大学院芸術学研究科で、打ち上げ花火の印象実験的研究による考察という、博士論文により、博士号を取得した。2014年には、女性として初めてとなる行動官の評議員にも選出された。 48kg 級での戦績 52kg 級での戦績、ありがとうございます。